ください。よろしくお願いします。終わりみたいな。さあ、そして呼び込む前に入ってきてしまいました。改めてご紹介しましょう。大丈夫。そんな感じで改めてご紹介します。岡田龍選手です。田中選手です。松井大輔選手です。もう本当にジュビロのかっこいいランキング上位3名ですからね。かっこいいのは当たり前でございます。1位は誰？1位じゃない、1位ですよね。その辺は後で相談していただくとして、まずはここでトークショーに先立ちまして、富士山静岡空港株式会社代表取締役社長、出野勉様よりご挨拶をいただき